年を重ねるとお腹やお尻だけでなく腕や足も太くなります。そして太りやすくなります。それがなぜ起こると思いますか？私いつもそれに悩んでます。腕も足もどんどん太くなっていくんです。理由教えてください。その原因の一つに血管の老化があります。だけど心配しないでください。今日は血管を若返らせて痩せやすくするエクササイズを紹介します。まずは簡単なチェックを行っていきましょう。タバコは吸われますか？高血圧ですか？パン、パスタ、ピザなど糖質の多い食べ物をよく食べますか？週3回以上アルコール飲みますか？運動不足だと思いますか？40歳以上ですか？これらが複数当てはまる場合は血管が老化している可能性があります。40代を過ぎるとホルモンバランスの変化によって血管が硬くなると言われているんです。今回のエクササイズで毛細血管の流れを改善して全身の血液循環を上げて痩せる体作っていきましょう。横になってスマホを持って一緒にやりましょう。寝たら足を開きましょう。内ももの筋肉を揺らすようなイメージで動いてください。できるだけリラックスしてやっていきましょう。関節と筋肉を優しくほぐしていきます。ふくらはぎ、もも、揺らしていきましょう。OK、 足を上げたら揺らしていきます。どんどん下半身の血流が良くなっていきますよ。なかなか揺らすの難しいですよね。で今度かかとでお尻トントンしましょう。夏に膝から下を動かしてください。やっていきましょう。OK、 片方だけ膝を抱えてキープしましょう。ももを胸につけるイメージで引き寄せます。無視しないでくださいね。反対も同じようにやっていきましょう。関節痛い人はね、ちょっと膝を外側にするとちょっと楽になりますんで、痛みがある場合はそうやっていきましょう。今度ね、手を交互にね、ブラブラしましょう。スマホ持ってない人はね、両方しましょう。スマホ持ってる人はね、片方ずつでいいですよ。落とさないようにね、気をつけてくださいね。スマホ置いて両手でやってもいいですからね。この膝を曲げた状態で手をバンザイしましょう。これでキープです。上半身をねぐーっと引き伸ばしてください。筋肉をね背伸びして伸ばすだけでもね血流がすごく良くなりますからね。背伸びして、たまに腰を追いかけつけるようなイメージで。
じゃあ足をね、真上に上げましょう。ここで足をね、振ってみてください。もし余裕がある人はね、ちょっとふくらはぎをね、ちょっとこう足の甲で叩きながら振るとね、血流がさらに良くなりますからね。この膝をね、交互にピーンと伸ばします。遠くに足をね、伸ばすイメージです。これだけでも結構ね、ももの力がね、一気に緩むんで、太もも硬い人にもね、おすすめです。リラックスしていきましょう。膝をパカーッと開いたもんね。これで膝をパカパカ動かしていきましょう。股関節に対してね、無理しないでね。どんどん血流がね、良くなってますよ。今度このままね、かかとをね、上げるようなイメージで、もしかかとがね、上がらないよっていう人はちょっとお尻上げてね、かかとを上げてみてください。しっかりふくらはぎのね、ポンプ使っていきましょう。第二の心臓ですからね、ふくらはぎは。しっかりふくらはぎ動かしていきましょう。できる人はね、お尻ついたまま。お尻ついた方がね、楽にできますからね。OK。こんな交互にね、つま先上げていきましょう。ナイスショットですよ。下半身の血流がすごく良くなったと思います。やって気持ちよかったよ、なんか足すっきりしたよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。チャンネル登録してない方はぜひね、よろしくお願いします。私のチャンネル見ることで20歳若返ることができますから、日々習慣に使ってください。